日野俊樹は、鎌倉時代後期の区下。藤原北家真夏流日野や、行武卿、日野主藩の子。家には、十四位した、宇宙弁、増樹三味。文法二年に即位した、五代醐天皇の神聖に参加し、蔵人となる。聖中元年の聖中の変で、倒幕を計画したと疑われ、同族の日野助友らと逮捕された。捜査と審議の結果、 佐渡に流刑となった助友とは違い、都式は、冤罪と判定された。その後、京都へ戻り、玄徳三年、玄光元年に発覚した、倒幕計画である玄孔の乱で再び捕らえられ、特捜機関、諏訪佐門路上に預けられた後鎌倉の化粧坂上、桂原が丘で処刑された。次世の死は、古来一句無,無償万陸雲づくし長考水清し、明治維新後、 南朝が正当とされると都市記は倒幕の功労者として評価されるようになり、明治20年には都市記を主催神とするクーズ原岡神社が神奈川県鎌倉市梶原に創建され、都市記自身にも13民が追贈された。太平記では古代後の総額思向に影響を受け、鎌倉幕府倒幕のための防御に加わる。そして諸国をめぐり反幕府勢力を募っていたが、 その後に起きたのが、焼中の変であるという。しかし、史実としては、成中の変が、本当に、倒幕計画だったかどうかは確実ではない。桂原岡神社の南にある。また、昭和2年4月8日に国指定史跡に指定され、財団法人、都市企業遺跡保存会が、遺跡の保護、管理を行っている。ありがとうございます。